そこで、はい、人生60年を振り返ってもう一度食べたいあの料理をまず発表していただきます。もう一度食べたい、はい、です。はい、何でしょうか。うなぎの稚魚のペペロンチーノ。うなぎの稚魚、うん、それもね、シラウオ系統の白いんじゃなくて、うん、もうちょっとうなぎっぽく、うん、あのグレーっぽくなってる。あ、ちょっと黒ずんでるわけ、うん、10センチか15センチぐらいの、はい、だったと思うんですよ、うん、あのスイスのね、スイスで食べたのこれ、うんうん、でマンコのほとりのなんかレストランに、うん、そこで入って、うんうん、でこういうのがある、うなぎの稚魚のペペロンチーノ、うん、どういうんだペペロンチーノって、あの唐辛子とニンニク、ニンニク、あ、そうかそうかっていう、ね、スパゲッティみたいになってて、うんうん、それめちゃくちゃうまかった。うまかった、うん、ただうなぎの味はあんまりしなかったけど。うなぎの味はしない、うん、稚魚の場合はなんかね、うんうんうん、なんかあの骨の味とかがしちゃうのかな。骨の味あのシラウオとかああいうのと同じだから、ね、ちょっと苦味があるんだけど、うんうん、でもあれはうまかったな。これはうまかった、うん、これ日本では食べられないですよね。これはやっぱこのスイスで食べただけ。そうですね、やっぱり外国ののと日本に入ってくる台湾産とか、うん、中国産とか、うん、日本産のやつとは違うでしょ、うん、だってあのほらブリキの太鼓かなんかで、うん、こんなでけ太い、うんうんうん、ブリキの太鼓でうなぎの輪切りとか出てきたでしょ、うんうんうん、あんなでっかくなるうなぎなんですよ多分、うん、あ、それの稚魚なんだ、うん、恐竜系の恐竜系のそれは何年か前に食べたんですかこれは。あのね、うん、フランスでレコード出してフランス語で、はい、でフランス語圏は大体ベルギーとか、はい、ルクセンブルグとか、はい、でスイスも、うん、半分ドイツ語とフランス語なんですよ。あ、そうなんですか。で、うん、だからキャンペーンに行ったんですよ。はあ、その時に、その時に、うん、でその時にこれを食べてみたい。そうそうそう、それがやっぱりもう一度食べてみたいなと。所先生もうなぎお好きですよね。うなぎ大好き。うなぎね、うなぎはいいよねやっぱりね。うなぎね、いいね本当にね、食ってるでしょ本当に。幸せだね、うなぎでいっぱい飲んでると。僕関西だからね、うんうん、あのマムシ蒸さないのがいい。蒸さないの、うん、蒸さないでやるんだよね関西はね、うん、そう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 、ね、しば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 、もう顔なんかブリブリうなぎとね穴子があったら一緒いね、もうね俺はもうあんなことうなぎつまんでるいっぱいになったらもう本当に何見られるのもはい、行きましょう、はい、人生60年を振り返って、はい、次はもう一度行きたい場所、うん、ベストワンです。どこでしょうか。地中海のサントリーニ島。サントリーニ島、うん、これ何ですか。これね、あの、うん、スターセンチアっていう番組やってた。ありました、ありました、うん、浅岡瑠衣子さんと、うん、石坂浩二さんが司会をやってらっしゃる、ええええ、でその時に7時45分から8時ですよ。地中海のクルーズっていうのが、ええ、あの船に乗って、船乗って、はい、でそれで撮影を兼ねて行ったんだけど、うんうん、でその最中に、うん、あのオプションで、ええ、でいろんなとこ行きますよって言われて、うんうん、どっかであの海に泊まって、島 そのサントリーニ島に泊まって、はい、もう階段ばっかりの島なんですよ、はい、うん、でボートで、うん、大きな船から行って、うん、ボートに乗り換えて行って、めちゃくちゃ綺麗だったですよ。綺麗なの、うんうん、でその時にちょうどフランスの女の子たちと知り合ってて、うん、いけるね、一緒に手つないだね、いけるね、それいい思い出だわそりゃ地中海じゃなくたっていいよそうです ね、うん、あ、そう。でも地中海はすごい、うん、いい、うんうん、真っ青な海っていうのは、日本は真っ青って言っても緑系でしょ、うん、はいはいはい、わかるな、うんうん、もう本当に真っ青なんですから、青な、ずっと青、青、もうここがベストワン。サントリーニ島。サントリーニ島で、はい、うん、はい、はい、次はですね、人生60年を振り返って観戦したスポーツ最高の名勝負を伺いたいと思います。今でいろいろ見てきて、はい、さあ何でしょう。天壇試合。そう思います。これは我々の誕生日ですね。6月25日なんですよ、はい、小学校4年の時の、はい、覚えてますよ。そう、同じですね、この天壇試合ですよ、ね、長嶋のサヨナラホーマーね、大江の初アベックホーマーですから。そうです、ね、あれがね、初めてのアベックホーマーですから、ね、阪神ファンといえども村山ですね、気持ちはでもね、あの頃から、うん、もうジャイアンツには負けるものと。そうだよね、そういうみたいね、そういうドラマができてたんですもんね、うん、村山から小山のリレーですよ、あれね。打ちますか、あれ最後の最後にね、最後にね、すごいですよ。もう天皇陛下がお金になった後だったですけどね。そうそうそう、うん、ああ、はい、ね、6月25日なんですよ。あれはこれ強烈に覚えてますね。自分も誕生日でさ、俺も帰って、野球の練習終わって帰って、それでもって誰も祝ってくんねえな、うちだかなと思うながら、しょうがないでテレビずーっと見てたら、ああ、誰も祝ってくんねえし、ケーキなんかない時代だからね、あの頃は小学校3年、4年だよ。そしたらパーンって最後、長嶋ホームランだから、おお、神様はここにいたと思ってさ、お祝いだと思いましたね。
あのね、長嶋さんのホームランはね。澤田さんもお家でテレビで見てたんですか？見てました、みんなが見てましたよ。僕らこの頃、うん、そういえば誕生日なんかねやってくれなかったよね。やってくれないですよ、今みたいにね。バースデーケーキとかほったらかしですよ。何もなかったもん。いいとこの子がいいとこの子がやってくれされるんですよね。ケーキなんかないよあの頃。そうそうそう、ほったらかしだもん。食べてなみたいなね、おめでとうぐらいだもん。おめでとうぐらい。少年が野球見てたら、したらパカーンって長嶋さんがサヨナラホームランだったのね。これベストワンですね。ですね、最高のバースデープレゼントですよ、うん、これじゃない、これだ、うん、そうだ。では人生60年を振り返って、最高だったあの一杯っていうのはどんなお酒だったんでしょうか。お酒ね、はい、ベストワンはこれね、お酒に限らず飲み物は何でもいいです、うん、はい、胃潰瘍をやったことがあって、はい、80年か81年かに、うん、はい、で1月入院したんですよ、胃潰瘍で、はい、であと1月、うん、退院してからも、うん、あの1月やめなさいって言われて、お酒、うん、うん、飲まないでね、うん、あの旅先で大騒ぎはしてたんで、ね、うん、オレンジジュースかなんか飲んで、あ、ジュースでもって宴会は参加したの、うん、でそれが1ヶ月経った時に、うん、ちょうどライブで、うん、もうどこだか忘れちゃいましたけど、はい、今日で解禁って言って、うん、アンコールの時に、うん、缶ビールを、うん、いただきゃーっ て, 言ってグビグビグビと飲んだ、飲んでる最中に、うんうん、もう2ヶ月、うん、2ヶ月飲んでないから、うん、抜いてるから、うん、もう血管通るのが分かるぐらいアルコールが、アルコールが飛んでくる、しびれてしびてくるんだ、来たの来たの来たって、でももう目真っ赤になってるのが分かる、自分でこの辺こんなになってメガネ状態 でそれでアンコール3曲ぐらい歌ったんですから、アンコール3曲言ったな。ステージで飲んだのそれ、そステージ上でね、はい、舞台でおって、これはもう最高にうまかったですよ。あ、それはうまいと思いますね。でもフラフラだ、それじゃあずっと喋るんで、医者の言うことは聞くんですよ、うん、若い頃から、うん、ちゃんと、ちゃんと2ヶ月も医者の言われたことは守るんだ、うん、おお、それでステージ上で一杯飲んで、ギュッと、これはこれ最高のうまさには勝てませんね、うん、そうじゃ2ヶ月お酒抜いてたらね、よく抜きましたよ、偉いよね。でそれでね、旅先行ったりなんかしたらね、真由美とかね、うん、加藤博一とかなくなった、うんうん、一緒に騒いでたんですから、タイガース、オレンジジュース飲んで、うん、一緒に真由美選手も僕はうわーすごいなそれ。あ、そうですか、うん、いや、うん、今ちょっと一月止められてるから止められてるから断酒中とか言いながら断酒、うん、でも2ヶ月止めて、うん、はい、あら、じゃあ美味しかったでしょ。でも最高でした、最高、ステージ上のこの一杯、はい、では、ラストの質問になりますが、人生60年を振り返って、素晴らしかったバースデーはいつでしょうか。はい、今までの中で、うん、いくつの時か忘れたんですけども、うん、それこそ、うん、ハッピーバースデーの歌を歌ってくれるわけでもなく、なくね、うん、なんかプレゼントがあるわけでもなく、なくね、あの頃だったんですけど、うん、お頭付きだって言って母親が言うんですよ。お頭付きだよこれは今日はと、うん、おこれは昔の人はそうだね、って言ってる、うん、別にいつも食べてるものと変わんないんだけど、うん、いつもは干物だったりとか、うん、お頭つき、うん、ね、うん、でも僕はその頃お頭つきって言われて、うん、頭がついてると思ったんですよ、うんうんうん、お頭がね、うん、でも本当は音頭なんですよね、うん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 、で普通はタイでしょ、はい、イワシでお祝いですね、イワシだったんですよ、いいですね、イワシイワシいいじゃないですか、誕生日、ケンちゃん誕生日だから、誕生日だからお頭付きにしたからって、うんうん、本当はタイなんだけどねって言いながらお金なかったねあの頃は、ね、いいじゃないですか、それでイワシが並んだの、うん、うん、タイじゃなくて、でもその時に嬉しいじゃないですか、お頭付きって、いい言葉、ね、お祝いの時にはお頭付きっていうのをその時覚えて、うん、割とその頃ずっと大人になるまで、頭がついてるんだね、お頭とかどうでね、思ってたんですけど、うん、はい、ああでもイワシでもって祝ってもらった、はい、ああやっぱ時代ですよこれ我々のね、そういう時代でしたよ本当に、はい、はい、なるほど、60年いろんな思い出があったよ、はい、60年振り返っていただきましたが、はい、このね、これから先の未来の話もしていきたいと思います、はい、先月アルバムがリリースされました、先月出たお菓子ですね、はい、ロックンロールマーチ、はい、これは還暦に対する思いが歌詞にも、うん、込められているアルバムだそうです。今回はどういった形でこのアルバムは、うん、全体は、はいはい、はい、おいでね、うん、まあ、自分の中ではこれもう最後のアルバム、うん、ああそれは、うん、いやいや、まあ、自分でね、自分で作るには、ね、あ自分で作る、うん、作らないかって言われたらすぐ作りますけど自分でお金出して やるのは一応もう最後、うん、だってもうアルバム毎年出してるから、うん、そうですよね、歌わない曲がいっぱいあるわけですよ、うん、でこれはそれをこれからどんどん歌っていかないといけないので、はいはい、うん、それとまあ還暦になるので、はい、でまあよく僕らの同世代の人が自分たちがこう聴ける、うん、あるいは歌えるような歌がないっておっしゃるけど、うん、そう言いますね、うん、まあね、うん、もうちょっと頑固な背筋のちゃんとした、うん、
あの60歳、うん、段階の世代としては、こういう歌をね、小さなものを作っていこうと、うん、歌っていこうと。ということで、うん、作りました。はい、それたくさん曲がいろいろ入ってますが、はい、まず最初の曲は、はい、はい、ロックンロールマーチ、うん、これアルバムのタイトルと同じシングルの歌でございますね、うんうん、こちらを聴いていただきましょう。はい、